タヌットアメントは、エジプト第25王朝の5代目のファラオ、クシュ王国の国王でもある。タヌタムン、またはタンウェタマーニ、またはテメンティスという別の呼称もある。彼が支配を行った地域は、スーダン北部にある古代エジプト王国及びクシュ王国であった。彼の即位名はバカラーで、これは栄光の魂を意味するものであると考えられている。彼の他の名にはタンタマニとも呼ばれることがある。彼はエジプト第25王朝、4代目のファラオ、シャバカ王の息子であり、その前任者、タハルカの甥であった。一部の情報源では、彼はシェビツクの息子であると言われている。アッシリア王国の記録は、彼のことをシャバカの息子と呼び、カルハタをタハルカの姉妹と呼んでいたという。一部のエジプト考古学者は、彼はシェビツクの息子であると述べて、アッシリア語の文献の翻訳に臨み、彼はシャバカ自身の息子である可能性が最も高いため、彼をシャバカの息子であると考えることがより一般的であるとの考えに至った。彼は先代、タハルカの意志を継いで、エジプトの支配権回復を目指して、活発に活動した。かつてのピャンキ王の勝利の碑文と共に発見されたタヌトアメンの夢の碑文には、タヌトアメンが見たという夢についての記録が残っている。それによれば、彼は2匹の蛇が出てくる夢を見た。この夢は、南の国はあなたのものです。あなたは北の国をも取りなさい。という意味に解され、彼はそれに従って、エジプトの再征服に向けて、軍事行動を起こしたという。アッシリア人がネカウイッセイを王に任命して、エジプトを去ると、タヌトアメンは、ヌビアからナイル川を下って行軍し、メンフィスを含むエジプトのすべてを占領し、再び上下エジプトをエジプト人の支配下に収めた。アッシリア人の王であるネカウイッセイは、彼の作戦で殺害された。しかし、これに対して、アッシリア人は兵力も伴ってエジプトに戻り、デルタでタヌトアメンの軍隊を打ち負かし、首都テーベと同じくらい南に進んだ。アッシリアの征服によって、ヌビア人の第25王朝のエジプト支配は事実上終了したが、タヌトアメンの王としての権限は、紀元前656年の後8年間、プサムティック一世がテーベを支配し、エジプト全土を効果的に統一するまで、エジプトの上のクシュ王国の支配領域で認められた。その後、タヌトアメンはヌビアのみを統治した。彼は、紀元前653年に亡くなり、タハルカの息子であるアトラネルサが後を継いだ。彼は、エルクルの家族墓地に埋葬された。考古学者、チャールズ・ボネットは、2003年に、ケルマでタヌトアメンの像を発見した。彼はシャバカ王の息子であり、前のファラオであるタハルカの甥で、タハルカ王の弟シャバカの実の息子であるとした。しかし、他のいくつかの情報源では、彼はさらに先代のファラオ、シャバタカ王の息子であるとも言われる。アッシリアの記録は、タヌトアメンをシャバカの息子と呼び、母カルハタをタハルカの姉妹と呼んでいる。現在のエジプト学では、彼はシャバカ自身の息子である可能性が最も高いため、タヌトアメンをシャバカの息子と考えるのがより一般的な見解となった。ありがとうございます。